こんにちは。毒蛇チャンネルへようこそ。ついにこの蛇を紹介する日が来ました。今回紹介するのは、キングコブラです。日本では世界最大の毒蛇として、象をも倒す猛毒蛇としても知られ、生息地の国々では神話、民間伝承、あまたの逸話を持ち、単なる蛇の一種という枠を超えた存在です。早速紹介していきます。キングコブラはコブラかキングコブラ族に属する毒蛇です。その見た目からフードコブラの仲間と見られていた時期もありましたが、研究の結果、マンバ族の祖に近い種とされキングコブラ族に独立して分類されました。生息分布は広くインド東部から中国南西部、東南アジア全域に及びます。体長は最大で585センチ。標準でも300から400センチになり、威嚇体勢になれば大人の頭に近い高さになります。ちなみに重さは最大で10キロほどで、最も重い蛇の記録は東ダイヤガラガラ蛇に譲っています。特徴として体色はオリーブグレー、黒褐色、赤褐色とかなり地域差、個体差がある。幼体時には白いバンド模様があるが、成長するとバンド模様が不鮮明になってくる傾向がある。前述の通り個体差、地域差が大きい種ではありますが、その大きさから一目で種が特定できます。性質はかなりおとなしいとされ、人との遭遇率が低い上に、遭遇してもすぐ逃げるので、野外での交渉被害は稀だそうです。ただ例外的に出産後の孵卵期間は非常に神経質になり、巣に近づくものに攻撃的になります。あと本種は警戒時に威嚇音を出しますが、その音が低いため、人間のうなり声に聞こえる時があるそうです。食性は学名の蛇を食べる、の通り他の種の蛇、トカゲを主食としており、なんだ、インドコブラ、アマガサヘビ、ニシキヘビも捕食します。ネズミ等は基本食べないので民家等に近づくことも少ないのが被害の少なさの一因となっている。代謝速度が遅いため、一回の食事で数ヶ月も生きられるようだ。本種は巣を作る特殊な繁殖形態で知られる。繁殖期になると森土や枯葉を使いに部屋からなる巣を作り、下段に卵を産み、上段でメスが卵を外敵から守る。オスも巣の外で外敵から見守るようだ。こうした習性のため繁殖期には外敵に対して神経質になるようだ。毒性についてお願いします。本種の毒性は他のコブラ類と比べると決して強くなく、LD50 は 1.31 であり、これは日本マムシと同程度だ。本種の恐ろしいのはその毒量で一噛みあたり、7000グナナンルの毒液を排出されるため、まともに噛まれたら成人男子でも一たまりもない。噛まれると神経毒の作用でめまい、吐き気、眠気を感じ、咽下困難、呼吸困難から呼吸不全で死に至るケースが多い。しかもそれらの症状が短時間で現れるため、迅速な血清投与が必要となる。口述する交渉被害でも30分、45分の短時間で呼吸不全に陥っている。またフードコブラのように受傷部の膨張、壊死も生じることがある。本種の交渉は決して多いとは言えないが、それでも工業等が原因で毎年数件の死亡事故が起こっているようだ。タイの記録では35人の患者のうち10人死亡致死率28という数値が残っている。思ったより助かってる？この交渉記録35件にはドライバイトだったケースも多く含まれていると専門家は言っているので、噛まれて毒が注入された場合の死亡率は相当高いのではと言われている。高毒素血清を使ってもこの致死率なので、無治療ならまず助からないだろう。ブラックマンバと並び、噛まれた時点で死を覚悟する毒蛇と言える。こちらから接触しなければまず噛まれないから安心して。本種は交渉被害の記録が多いので紹介していこう。1970年にタイのパスツール研究所で給仕中の研究員が噛まれてしまう。30分後に呼吸停止するが、周囲の研究員が適切な処置をしたおかげで無事回復。1150もの大量の血清を使用したようだ。次の交渉事例は2016年のインドネシアでの出来事。
ポップ歌手で大蛇を扱ったパフォーマンスで人気のあったイルマブレさん。ショーの最中に誤ってキングコブラを踏んでしまい桃を噛まれてしまう。スタッフから結成投与を勧められるが断りショーを続行。すごいプロ根性だ。45分後に倒れ病院搬送後に死亡が確認された。通常、ショーで利用するコブラは毒牙を抜いてあるのだが、今回のはたまたま毒牙の生え変わるタイミングだったと思われる。イルマさんの冥福を祈ります。最後に紹介するのはマレーシアでの交渉事例。消防士で、蛇使いとして世界的にも有名なアブザリンフシンさんが、毒蛇捕獲作業中にキングコブラに噛まれ、4日後に亡くなっている。蛇使いというのは工業だけでなく蛇の保護や駆除も受け負ったりするのだが、やはり相当危険な職業のようだ。不審さんの冥福を祈ります。今回紹介した事例は3件とも被害者が亡くなっている。調べる限り本種の交渉事例は死亡例の割合がかなり高い。相当危険な毒なのは間違いないようだ。一方、交渉の発生状況は飼育下、工業、捕獲中がほとんどであり、特に蛇使いの人の交渉が多いようだ。普通の人が日常生活で噛まれるという例が非常に少なく、野生の毒蛇としての危険度は決して高くない蛇なのかもしれない。キングコブラニュース2022の時間になりました。一種の蛇だけでニュース番組が作れる圧倒的存在感。前年ニシキヘビが脱走して日本を騒がせましたが、今年もやってくれました。10月25日スウェーデンのスカンセン水族館からキングコブラが脱走した模様。天井裏から逃げ出したようで特殊なカメラを使った探索を続けるが24日になっても見つかっておらず水族館閉鎖し探索が続いております。速報です。キングコブラ捕獲です。はや。同月30日に自ら飼育部屋に戻ってきた模様。自分で戻ってくるの想像したらシュールだな。次のニュースです。インドのチャッティスガル州で8歳の少年にコブラが噛まれて死亡しました。ん?自宅裏庭でコブラに噛まれたディーパックくん、コブラを振りほどけないためコブラに噛みついて反撃。二度噛みついたところコブラは離れ絶命しました。ディーパックくんは軽傷でした。なんで?最後のニュースです。生物学者でキングコブラを専門で研究するシャンカル氏から発表されました。長年謎とされていたキングコブラの謎である生息域の広さと個体差の大きさですが、遺伝子的に異なる4つの系統があると証明されたそうです。シャンカル氏によると左のように生息地によって4種に異なっていたそうで今後キングコブラは4種に分けて新たに種として登録されるようです。この発見により種の保全や効果的な行毒素の開発につながると大きく期待されます。インドキングコブラとかフィリピンキングコブラとかになるのか?ちなみにシャンカル氏も研究中にキングコブラに噛まれています。ええ?以上で終了します。キングコブラニュース2023で会いましょう。ありがとうございました。次回あるといいけど。ゆっくり毒蛇紹介キングコブラいかがでしたでしょうか?情報量の多い毒蛇でその魅力を十分伝えられなかった気がして不安ですが今回の動画は終了します。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。